前に寺です。ゆうきです。大です。はい、じゃあ今日はどういうお題でいきますか。今日は、世間を巷を賑わせてます、コロナウイルス、新型コロナウイルスについて、まあどういうものなのかっていうのを、まあ僕の調べた限りでね、伝えていこうかなと。ああ、ためになる動画系で。はい、皆さんちなみに普段からどうですか。はい、どういうイメージ持ってます。いやもう感染力だけは強いけど、なんか僕知ってる限りだと、やっぱ除菌すれば大丈夫かな。コロナウイルスとはどのようなウイルスかと。まあ今までコロナウイルス実は皆さん、単純に新型に限らなければかかったことあります。この感染原因として考えられるのって今2つ考えられて、1つは飛沫感染、何かっていうと感染者がくしゃみしたり唾したり咳したりで、くしゃみになった時にウイルスが放出されて、それがそのまあウイルスを例えば唾とかがこう鼻で吸い込んじゃうとか、口の中に入ってしまう、ってなると感染しちゃうよってのが1つ、で2つ目が接触感染、これは例えばくしゃみをした時とかに、くしゃみとかで手で押さえちゃった、ここにウイルスつきましたと、なった時に、例えばそれがその分接触すると WHO とか厚生労働省の見解によると、感染者と密な接触をする場合を除いて、野外ではマスクによる予防効果は低いと言われてます。そうだよね。まあ、まだかかってない人が、まあ、人ももちろん問題ないですよ。するだろうしね、皆さん、その喉の乾燥対策とかで、マスクするなだったわけじゃないんです。俺もしますし、普段喉枯れたりしたくないからね。でも、どっちかっていうと、すべきなのは、かかってしまったってなった時に、さっき言ったような、飛沫感染、接触感染を引き起こさないように、感染した人がその、ここで抑えるためにマスクをしてもらう。っていうのが重要と。あとね、くしゃみするとき、じゃ例えばくしゃみしたいってなったら、ちょっとリアクションしてくしゃみするときの。くしゃみ。そう。で、これだと、接触感染が起こってしまうので、なんかのサイトで見たんですけど、くしゃみをするときは、ここ使えと。どういうこと？ここ。そうですね。ここって、なんだっけ、こう、なんか、つかないって言うじゃない。そうそう。どうだっけ、どこだっけ、ここだっけ。つかないか、そう、つかない言われてるね。ここって、すごく接触しづらい場所だから、くしゃみするときは、こうもいいですか、皆さん。こうとか、こうじゃなくて、こう。我々が気をつけるべきなのは、結局、手洗いうがいしようねと。そうだね。死にたくないとかじゃなくて、周りに、まあ、移したりして、広がってしまうってことがないようにと。はい。いうのを気をつけていこうかなと。そうですね。はい。初めてこういう感じで、撮りましたね。真面目な感じですね。真面目な感じですね。真面目ですね。まあ、要はその、笑いがあっちゃいけない動画なんですよ。笑いあっちゃいけない。そうなんですね。死者が出てるんで、やっぱり。そうですね。まあ、なので、本当に皆さん、いろいろ、錯綜してますけど、これに限らずね、ただ、情報社会な分、流されやすいんですけど、いろいろね、情報デマとかありますからね。そうですね。ちゃんと、信じれるものを、まあ、選んで、行動していきましょうねと。そうですね。いう、お話です。予防に努めていきましょうと。はい。っていう感じですね。はい。で、今回はこれで終わりますんで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あお！じゃあね、なんかこんなでした。どうすね。面白いです。ご視聴ありがとうございました。この動画をお聴きいただきまして、また次の動画の投稿をお待ちくださいませ。一旦失礼いたします。いいと思います。